はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回も冷酷プレイしていきます。ということでね、前回オイランフチブチに行きまして、まあ、わけのわからないまままた返されてね、今回はあそこをクリアしたいと思うんですけど、またこうやって何回も何回もドアの開け閉めしないと出てこないと思うんで、まあ、これはクリアして、これですよね。あ、いけた。あ、いけた。なんだ。すぐクリアできるんじゃないかな。長いんだよな。次は拾わないでいこうか。戻ってきたよ。長いんだよな、これが。ことが起こるまで。今度は何が起きるんだ？ワクワク。ん？まあ、これは同じだな。あいつ乗せねえからな、次は。おん、あだで返してきたから。絶壁。看板だよな。あ、虫か、今回。今回虫ですか。来るあいつ、乗せねえぞ。曲がりくねった危険な道。どこまでも続くんだよな。あれ、いないぞ、今回。あれ、あいつ、やめたかな？改心した？いた？いないぞ。あれ？いきなり来るんじゃない？あいつ。うわ、うわ。ブレーキブレーキ突っ込む。うわ、ごめん、ごめんなごめんな。いや、仕返しじゃないよ。当たり屋だろ、てめえ。当たり屋だろ。すいません、すいません、本当にすみません。いや、もう絶対仕返ししてくる。絶対仕返してくるよ、こいつ。え？合格？合格？人を引き殺して合格？え、マジで？え、マジでいいの？何？向き合ったか？向き合ったかな？ごめんな、みたいな感じだったけど。いや、悪いな。あ、そういえばビデオテープあったんで、それ見ようか。これ？これに、あ、これこれ。おお、今もうビデオテープとかないもんな。何これ？呼吸法マスター、なんだろう。誰だこいつ。実写だな。す？守護霊を下ろすには瞑想が必要です。三角形を作るように座り、体の力を抜いてリラックスします。誰これ。次に大きく息を吐きます。吐く。息を吐き切ったら今度は鼻から吸います。その時7つ数えてください。そして息を止め4つ数えます。今度は
口から息を吐き出します。8つ数え終わるまで吐き出してください。この呼吸を繰り返すのです。7つ吸い、4つ止め、8つ吐く。この呼吸を繰り返しているうちに温かい光に包まれるような気持ちになれるはずです。守護霊が降りてきました。お？誰？うん、何か温かい力が体に満ちてくる。立ち込めていた雲が一気に吹き払われ、降り注ぐ光に包まれるイメージ。うん、鮮烈な解放感を味わった。え、その先はなんだよ。何？犬？動物霊？あ、短い。あ、アストラル霊って何だったっけ？何？下？これ？下かな？なんもないけど。奥へ行ってみよう。うわ、話しかける。やあ、なんだあいつ、なんだよあいつ。工事の人かな。うわ、自爆霊かこいつ。タッチ悪いな。アストラル体って何だったっけ。エーテルとか出てきてるけど、見てたな、これ見てた。やばいんじゃないのあいつ。開く？うわ、開いたよ。あ、よかったよかった。これで開かずの間に入れる。ツールボックス、電気の管か。何これ、ボイラー。何これ、何これ。え、そりゃ使用程度じゃこいつ無理だよな。え、う、え、え、どういうこと？呪われた？何これ？
え？あれ？こんなとこに戻ってきてる。もしもし、大丈夫？無事みたいね。よかったわ。セーブしとけってこと？そう。で、セーブして。はい、ここですね。これね。なんでこんなことしてたんだろう。うわ。え、どこにやったんだ。ん、誰だこいつ。一旦もめみたいなやつがいるけど。結構準備してたんだろうな。開いてる時に、開けてる時に来るぞ来るぞって。浮遊霊、悪霊、さっきの悪霊、あの壁のやつ。あ、アストラル体って結構重要なんだな。え、あったあった。何これ。え、何今なんか突き抜けてきてるけど、なんだろうな。あれ、調べられない。うわ、ちょんまげ。こうか。髪、嫌なもん置くなよ。絵があるな。え、調べられない。タンス。そっち？怖いものを知らないのにも困ったものだ。まあ、どんどんあるとも言うが。え？なんだこいつ？なんだよこいつ。もう出てこないのか。なんだなんだ、やばいもん開けたんじゃないの。あ、犬神、式神、犬神。なんて書いてあるんだ。うん、まあ、で、これだよな。フック、あ、いや、そりゃ。うわー、やばそう。あれ？え？なんだこれ。あ、ライター。
さあどうなる？それでいい。何？それでいいって何？召喚してしまうんじゃないの？結界？え、マジで？この中入っとけってこと？何これ？死体？封印されとる。11ページもあるぞ。え、これだけ？はい、ということで今回の動画はこれで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全て焼きにつながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。